サワディーパー、おはようございます。4月28日の日曜日です。ということで、先日のシュノーケリングの動画でも言いましたが、今日はダイビングです。めっちゃ青空です。なんかちょっと昼ぐらいからちょっと雲出そうなんですけど、とりあえず今は青空です。ということで、今から那覇の何港でしたっけね、ミエグスク港に集合場所なんで行ってみたいと思います。てかその前にですね、今日お昼ご飯各自持ち寄りみたいなんで、ちょっとこちらでお弁当買っていきます。じゃん、普通にマックスバリューです。ちょっといろいろ沖縄のキロ弁とか考えたんですけど、普通に無難に 20% のキャッシュバックキャンペーン中なので、イオンで買っていきます。ということで、イオンでお弁当買っていきます。はい、ということで買いました。別に沖縄っぽくなく普通に買いました。もともとはスケロクみたいなの1個だけ買おうと思ったんですが、スケロクと半額のパンが売ってたんで、お惣菜パンが売ってたんで、昼まで大丈夫でしょ。ということで、お惣菜パンとスケロクです。ということで、集合場所へちょっと急いで向かいます。だんだん時間がなくなってきた。はい、ということで港に到着したんですが、結構意外と広くて、今連絡取り合ってようやく場所が分かって移動しております。結構あれですね、人いっぱいですね。さすが夏休みに入ってしょっぱなの土日。しかも仲いい人も、那覇で今こういうマリン関係の仕事をしている方も、そちらお休みしてこっちに合流されるっていう、そしてこの港使ってるらしくて、多分会うかもしれないですね。笑ってましたが、いたいた。よし、ということで楽しんできます。船に乗り込みました。そろそろ出港みたいです。行ってきます。ということで、1本目のポイント到着です。多分黒島かな、こんな感じの場所です。青いです。青い海です。1本目終了しました。めっちゃ綺麗、海の中、水面からでもめっちゃ綺麗です。結構みんな船来てますね。ちなみに黒島っていうのはこの島でヤギいるらしいです。ヤギ見えない、いるな、いますね。ヤギ見えないですね、多分カメラじゃ。この辺にヤギ見えますかね。ちなみにさっきの場所でお昼ご飯休憩で、そこから15分ぐらい移動してきました。まだ船動いてますが、これ何だろう、島の名前なんだろう。ビーチが綺麗ですね。綺麗なビーチです。砂浜続いてますが、無人島ではないのかな、どこかの島かな、よくわかんないです。これザマミかな、勝手な想像ですが、友人島ですね。確実に右にある。こっちは何だろう、街
また説明基盤わかると思いますが、ちなみに海の色わかりますかね。真っ青です。いい感じです。ということで本日3本目最終です。それでは楽しんできます。で無事ダイビング終了しました。日焼けてますか ね。ちなみにダイビング終わってからだいぶ経ってます。多分3時間ぐらい経ってます。もう港も離れて一度さっぱりシャワーも浴びました。これからアフターダイビングです。ということで現在来ているのは県庁前です。ということで今からみんなに合流する前にちょっと沖縄在住の人と軽く飲んできます。みんなとの集合は7時なんですが、今6時前で、6時からちょっと軽く沖縄在住の人と飲んでいきます。ということでそれでは行ってきます。全然関係ないですが、やっぱ中結構人多いですね。結構人通り多いですね。こんな感じで分かりますかね。あんまり人が多いんで、あ、セブンイレブンだ。ちょっといっぱいかな。ちょっと覗いてみよう。はい、ということでちょっとセブン覗いてきましたが、まあそんなにいっぱいじゃないですね、さすがに。観光客が普通にいる感じですね、この時間。日曜日の国際通り。ということで、とりあえず集まる場所に向かいまーす。はい、ということで、車道ど真ん中歩いてますが、歩行者天国なので大丈夫です。こんなにこうやって見ると人多くない？あ、でも賑わってますよね、昔と比べると。ということで向かいます。じゃん。ちなみにこちら7時集合のお店です。まだ早いですが、お店前からでした。はい、本当に到着です。ちょっと飲んでますが行ってきます。ということで、今日もおしまいです。ありがとうございます。はい、美味しかったです。てか、酔っ払ってます。美味しかったです。美味しかったです。どうもありがとうございます。ということで、また明日もよろしくお願いします。明日？これからもよろしくお願いします。それではさようなら。さわりか。バイバーイ。肉でーす。肉。はい、ということで今日もありがとうございました。
しよかったらチャンネル登録、高評価ボタンなどもよろしくお願いします。それではさようなら。バイバーイ。